ッスンお疲れ様。いよいよ明日はリリースイベントの初日だね。この日が来るのを楽しみにしていました。ファンの皆さんに会えるのが楽しみです。自分もとても楽しみですよ。またイベントができるのは嬉しいですね。今回はいろんなところでイベントやるんだよね。ショッピングモールとかレコードショップとか。ええ、前回のイベントが好評だったから今回のリリースイベントは精力的に行うそうよ。せっかくの素敵な新曲ですからね、ライブで聴いてもらえるのは嬉しいです。よし、お客さんに楽しんでもらえるように頑張ろうね。もちろんです。私たちの新曲で目にもの見せてやりましょう。それはこういう時に使う言葉ではないような。お、あ、そうだ。ねえねえ、みんなこの後用事ある？特にないけど、どうかしたの？みんなでどっか行きたいなって思ってさ。早く練習終わったし、寄り道して帰ろうよ。たまにはみんなで寄り道するのもいいね。私ももう少しみんなとおしゃべりしたいな。それじゃあどこに行きましょうか？お茶でも買い物でも私は何でもいいよ。どこがいいかな。イブちゃんはどこか行きたいところある？私ですか？そうですね、ぜひ皆さんと行きたい場所があります。とっても素敵なものを見られるところなので、皆さんと一緒に見られたら嬉しいです。へえ、素敵なものか。イブちゃんのおすすめって気になる。綺麗な景色とか面白い展示とかかな。それは行ってみてのお楽しみです。じゃあイブちゃんに任せましょうか。イブちゃん、案内をお願いしてもいいかしら？はい、お任せあれ。ここがイブさんの来たかったところですか？ここって質屋さんだよね？はい、アリサさんのお家の流星堂さんです。ここには素敵なお宝がたくさんあるんですよ。あ、そっか、素敵なものってここの商品のことだったんだ。イブちゃんらしいわね。でも確かに面白いよね、ここ。壺とか掛け軸とか、なんかすごそうだし。ここは本当に素敵なものばかりですよ。その中でも私のお気に入りはこのお宝です。あ、これって。これは武士の鎧兜ですね。はい、それもとても立派な鎧兜です。勇ましさと美しさを兼ね備えて綺麗ですよね。実は最近鎧兜を見にここに通っているんです。これを見ながら武士のことを考えていると体に武士道がみなぎってくる気がするので。みなぎるって武士道ってそういうものでしたっけ？そういうものではないと思うけど、イブちゃんにとっては元気の元なのね。はい、これを見ていると元気になれます。イブちゃんは本当に武士道が大好きなんだね。もちろんです。武士道の教えは素敵なものばかりですから。確か武士道って教えがたくさんあるんだよね。イブちゃんは特に好きな教えってあったりするの？そうですね、特に大切にしている教えはありますよ。それは礼と誠の精神です。礼と誠？礼とは人の気持ちを大事にする考え方です。相手を思いやり礼儀を尽くす、それが礼の精神です。誠は武士に二言なしの精神です。決めたことをやり遂げる強い気持ちを大切にしているんです。ああ、そういえばよく話してますよね。
自分の意志を貫く強さや仲間を思う心、そういうものを大切にしている武士道に憧れているって。はい、自分の信念を持ってみんなを守れる、そういう立派な人になるのが私の目標です。イブさんは志が高いですね。何にでもまっすぐなイブちゃんならきっとなれるよ。ありがとうございます。武士の心を極められるように。